アフターフォーエバーはオランダのゴシックメタルバンド2009年に解散1995年にマーク・ヤンセン、サンダー・ホマンズラを中心にアポカリプスの名で結成当初はデスメタルを演奏していたが女性ボーカルフロール・ヤンセンの加入した1997年を契機にゴシックメタルのスタイルに移行しアフターフォーエバーと名も変える 1999年に平均年齢19歳という若さでトランスミッションレコードと契約し2000年にアルバムプリズンオブ・デザイアーでデビュー母国で高い知名度を得ていくしかしバンドの中軸だったマーク・ヤンセンが2002年に脱退しシンフォニックメタルバンドエピカを結成する残されたバンドは新たなメンバーを補強し これまでの音楽性を転換したコンセプトアルバムインビジブルサークルズを2004年に発表。業界から高い評価を得た。しかしその後、キーボーディストが脱退。また、ギタリストやドラマーが病にたたられるアクシデントが続く。右曲折を経ながらも2005年にアルバムリマジンを発表したが、今度はレコード会社との関係がこじれてしまう。2006年、契約消化のため、 コンピレーションアルバムメアクルパをリリースし、これを最後に解消した。同年に大手レーベルニュークリアブラストと契約したバンドは新規一転し、同年末にバンド名を冠したアルバムアフターフォーエバーを発表。翌年にリリースをする。精力的なライブ活動を展開していたが、2009年2月に解散した。マーク・ヤンセン、ありがとうございます。